When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、プレイリストのミカです。今日はいろんなね、ニットネイルとか洋服のこの生地をネイルに見立てることが割と多いんですけど、今回は簡単にできるパウダーというのをね、購入してみましたので、そちらを使って紹介していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。どうぞ。それでは今日使用していくアイテムの紹介です。はい、こちら、このね、ニットネイルパウダーというもの、こちらを使っていきます。これは混ぜるとね、何でもニットネイルみたいな、ちょっとぷっくりしたデザインがしやすくなるよという、これ白っぽいんですけど、混ぜたら透明になるようなパウダーなんですけども、こちらを使います。はい、でドットジェルの106番というカラーがあります。開けるとこんな感じになっています。ちょっと黒っぽいラメですねが入った透明感のある、特に色がついてるわけではないジェルになります。でこちらをなんかいろんな色と混ぜると全部それが砂ジェルになってくれるというものなので、今日はこれとリップコートはレティジアノンワイプマットトップジェルを使っていきます。カラージェルはレティジアのスカイブルーとライトベージュというカラーを使っていきます。2種類使います。それでは早速やっていきましょう。まずはレティジアの、スカイブルーという色ですね。こちらね、ブルーになるんですけど、ちょっとね、青のニットも可愛いかなと思ったので今日はこれを使います。でこちらがスカイブルーで、ライトベージュはこういう感じの色になります。このね、2つの組み合わせ結構可愛いなと思ったのでこちらを使っていきます。はい、ではここに106番ですね、こちらを混ぜていきます。よいしょ。でこれを混ぜると、このね、あの粒々ラメだったんですけど、こう色を混ぜるとこういう本当に砂が混ざったみたいな粒々が中に入っていってくれます。こんな感じになります。はい、でここにこのニットネイルパウダーというのを入れ込んでみます。そうするとちょっとずつ入れようと思うんですけど、サラサラだったパウダー、あ、違うサラサラだったジェルがこのニットパウダーと混ぜることによって、ちょっとね、もったりとした、ちょっともったりとした感じになります。はい、でこうなることでぷっくりしたネイルデザインっていうのがすごく作りやすくなります。でニットネイルはね、ぷっくりしたデザインなので、はい、このぐらい粘度がこうある方がやりやすいので、こちらを混ぜました。もうちょっと混ぜてもいいかな、白に見えるんですけど、混ぜるとね、ほとんどクリアなのであまり色に影響はしないです。で硬化不良が起こらないようにしっかりとね、こう混ぜておきましょう。なんかクッキー&クリームみたいな感じに見えますね。このぐらいかな。はい、かなりね、とろーっとするようになりました。ではこちらを使って、ニットネイルやっていきましょう。まずは一色塗りします。はい、では一度塗りできたらライトで硬化します。そしたらね、青の方、スカイブルーの方も同じように塗っていきます。はい、こんな感じで塗れたらライトで硬化します。では細いブラシにとって早速ニット柄を描いていきます。でニット柄はどういう感じでも自分の好きな感じで大丈夫で、できればスピーディーにさーっとできる方はそれでいいんですけど、自分でやるときとかってね、そんなにめちゃくちゃスピーディーにできないと思うので、一回一回ね、こうやってちょっとぷっくりさせれたら仮硬化、5秒とかでもいいので若干仮硬化します。そうすると横に流れていかなくなるので、で、できれば2回ぐらいね、こうやって重ねてあげるとぷっくりしていいかなと思います。1回だけだとね、ちょっとぷっくり感が弱いので、なので、1回目はちょっと
そんなにぷっくりしすぎなくてもいいので、こういう感じで柄をとにかく下書きする感じで描く、ね、で仮硬化する。2回目重ねるときに、そのさっき下書きみたいな感じでさっさっさっと描いたところの上をよりこう持ってぷっくりさせるっていう風にやるとね、やりやすいと思います。という感じでどん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 ニットネイルの柄を作っていきます。はい、ではできたら、ノンワイプマットトップコートをちょっと薄めに塗っていきます。薄めだけどしっかりね全体に塗るようにしましょう。ちょっとでもね濡れてない部分があったりするとそこだけツヤってなっちゃって、後でこう修正するのが大変だったりするので、しっかりと全部を覆うようにマットトップコートを塗れたらライトで硬化します。はい、ということで硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？こういうちょっとね、なんていうんですか、特にこの白とかよく見かけると思うんですけど、コットンっぽいというか、ちょっと違う色が混ざったような毛糸で編まれたニットでよく洋服屋さんとかで見かけると思います。それがなんていう名前なのかちょっと私もわかんないんですけど、そういうニットっていうのをちょっとイメージして作ってみました。はい、なので普通のニットネイルちょっと飽きたなという方とか、砂汁を夏に使おうと思って買ったけど余っちゃったし、ちょっと砂汁だけで夏デザイン作るの飽きたなという方はよかったらやってみてください。ということで今日は砂汁を使ってできるとっても簡単なニットネイルデザインの作り方でした。はい、皆さんいかがでしたか？少しでも楽しんでみていただけてたら嬉しいです。グッドボタンやチャンネル登録、そしてコメントで皆さんの評価を教えてくださいね。 YouTube 以外にやっている SNS は Instagram、Twitter、ブログ、楽天ルームなど更新しております。また動画の中で出てきたレティジアというネイルブランドは、私が一からプロデュースさせてもらっている国産の化粧品登録済みのジェルネイルブランドになります。レティジアの公式楽天ショップや詳細などはこの動画の詳細部分にリンクを載せておきますので、もし気になるものがありましたら一度チェックしてみてください。そしてこちらのチャンネルはネイルのことに特化したネイルチャンネルになるんですけども、その他にも、はい、ライフスタイルをアップしているセカンドチャンネルのたい焼きみかん夫婦というものもあります。こちらはお料理や収納方法、そしてヘアメイクなどネイル以外のことをアップしています。毎週土曜日の夜10時に配信されていますので、よかったらチェックしてくださいね。そしてもう一つ、私自身画家の活動もやっているんですけども、そちらの作品だったりお仕事の紹介などをしているアートチャンネルというものもやっています。はい、なのでもしよかったらネイル以外のこちらのチャンネルというのもフォローしていただけるとすごく嬉しいです。その他いろんな情報をこの動画の詳細部分に書いておきますので、ぜひぜひ動画のもっと見るというボタンを押して詳細を見ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that?